ただいまをもって米国経済は終わりました。こんにちは。米国経済解説系兼 YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンです、えー。今回の内容に関しては、いつもの記事に関して分析するんではなくって、えー、まあ、今日は日曜日ですので、まったり、えー、テクニカルに関してお話していきたいと思いますが、まあ、この、えー、テクニカル、 まあ、あまり見たことのない方いらっしゃるかもしれませんが、これ、バンコブアメリカのグローバルインボスメントテクノロジー、テクノロジーね、ストラテジーの、おーまあ、あの、中身なんですけど、まあ、これ有料で、年間100万以上貼らないと多分出てこないやつなんですが、まあまあ、結構まあこういうのが出てきてます。で、うんと、まあ今ちょっととんでもなく高くなってるところです。2023年の2月は今とんでもなく低くなってますよって言ってるんですけど、まずね、この中身を解説する前に、 えーまあ、結論としてはちょっとこれからかなりの危険なリスクが発生しますよっていうことなんですけどもこのおチャートは何なのかっていうと BBB、えーまあ、っていう、まあ、一応投資的確の一番、えー、最下層ですね BBB ランク、まあ、要はジャンク債ですあの基本的に社債っていうのは AAA からリプ b b まで えー、4段階あるんですね。で、その下に実はハイイールド債っていう、もう、うんこ債があるんですけど、まあ、5段階の格、あの、格付けで、BB から C だったかな、確か。ま、あそこはもうほとんど、えー、まあ、レバナスに投資してる人たちは、まあ、興味あるかもしれないですけど、相当なハイイールド、相当な、ああ、まあ、危険度のあるけども、爆発力もあるという、利益率もあるというやつで、まあ、あまり、あの、おすすめはしないです。で、 えー、まあ、ハイルドなので、いっぱい金利もらえるやつなんですけど、まあ、それでも結構、ジャンクなので、あまり良くない。まあ、で、今回の話は、この BBB ランク、一応、停止、投資、適格債のうちの一番最下層の BBB ランクの社債と90日の、90日の国債利回りのスプレッド、つまり金利差を出しています。これが、 まあこの 1STDV ってエクセルやってる人は分かるかもしれないけどスタンダードデビエーションですね1シグマ60何ぐらいの確率でプラス1シグマからマイナス1シグマのプラス60何ぐらいの領域で えー、プラマイこの、あのー、範囲で動きていきますよっていう、まあ、普通はこの転生の中で動いていくんだけどもここから特に大きく外れた時特に下回った時というのは非常に危険な状態であるとで例えばねこの一番最初にこれが発生した時っていうのは1929年の5月に、えーまあ、一番最悪の状態で、まあ、今ねそれと同じぐらいの領域まで来てるんですけど1929年5月何がありましたかっていうのを まあ言うまででもないですねこのチャンネル見ていただいただこの時、ナスダックっていうのがなかったので、ダウジョーンズのやつで見てみると、こうなった時でしたね、えー。ここの下限のピークがダウジョーンズのここら辺ぐらいですね。この後ちょっとずつ上昇していくんですけども、まあ、バブルがちょっと膨らんでってる段階で,できちんとちゃんと爆発して落ちていくと、暴落していくというのが、 あこの1929年の5月にあったところ、1929年の5月1日のこうチャートになってますけども、ここですね。ここに対して、えー、この1932年の5月っていうのがここ、ここ。ね。もうほぼほぼ大底ですよね。なので、まあこれきれいにこう、あの、 トップほ,ほぼほぼトップから、まあストップから本当は3ヶ月ぐらい、これ月足なんで3ヶ月ぐらいちょっとずれてはいますが、まあかなり、えー、バブルが膨張してってる段階ですよねっていうのが5月の29日、ごめんなさいね、1929年の5月から1932年の5月で一気に暴落していきましたよっていうのが、まあこのダウジョンズ。これで実際80何パーセントぐらいだったかな、さっき出したんだな。 これですね。えー、っと、86.2%の大暴落が発生しましたよ。まあ実際ここからで言うともうね、90何パーセントぐらいの暴落が発生してったんですけど、これがなんと3年間も続いたわけですよね。そうやって、ちょっと待ってよ。1905月はここでいいんですよねえ。もうちょっとあるのか、もう一回ちょっと計算してみようかな。この一番トップからで言うと、 87.75ぐらいありますね8 7ぐらいあるのでまあまあプラマイ0.7%はちょっと誤差だとしてもまあそれぐらいの精度がある、えーまあ、この車載の スプレッドを見ると、そういうようなことがわかります。基本的に、あの、リスクが高まると、この BBB みたいなところがかなり投げ売られて、えー、短期金利がま良、あ、くなったりするので、まあそういうところの差分を見ていくと、まあ債券トレーダーってね、結構賢いんですよね。株式トレーダーよりも債券トレーダーの方が僕は賢いと思っていて、えー、金利差でかなり儲けていくビジネスなので、まあ彼らが、それなりに今後の経済を予測して、えー、まあ、 国債だったり、社債だったりっていうのを買っていって、えーまあ、利益を出していくので、結構、まあ、それなりに精度よく今後の経済を、まあ、見積もれるやり方なんですけど、であとは例えばここね、えー、2007年の2月、まあ、こっちからいくか。で、ここはね、ちょっとね、えー、こっから加減をつけたから、この1ジグマを超えに行かなかったので、下3つ発生しちゃってるんだけれども、まあ、 まあなので、あまりここいい例ではないんですが、一応見ておくと、こんな感じでね、ここの3つのところですね。この3つのところ。で、まあ結論から言うと、まあ結構大きな、この時もね、インフレが起きていたんですけれども、この時で言うと、だいたい25%。で、ここも、もっと大きいですね、え。ー と、20、30%ぐらいあるのかなあ失礼しました。38%暴落してますね。えー、っと、それから、ここも。まあ、ここはまあまり少ないですね。14%なんだけども、これダウジョーンズなので、実際は SPACS で見てみると、SPX、まあ、S&P500 <laughs> で言うと、ごめんなさいね。まあ、ちゃんとした名前言わないといけないですね。S&P500 で見てみると、えー、22%暴落して、 えー、ここがざっくり43%暴落してでここもうね1日でめちゃくちゃもう落ちちゃってるのでさすがに3度目の正直言ってもうもう分かってるっていうことで、えー、ここは13%ぐらいですね、えー、暴落したっていう段階になってますなので、まあ、この3つの段階で、まあ、そういうふうに落ちてっている 2000年の IT バブル崩壊の時はこれが、ね、起きなかったんですけど、まあ、リーマンショックの時2007年の2月ですね、えー、リーマンブラザーズが,崩壊したのが倒産したのが2008年の9月ですので、まあ、そこから1年半以上前 そのの段階からそのサインが、が兆候が出てきたっていうことですね。この時はもう皆さんご理解、まあみんな知ってますよねどれ。どういうことが起きたのかっていうのはね。一応ダウ,ダウジョーンって出したかなダウジョーンズでは出しましたね。えー、ここですね。ダウでやると、まあもちろんね、この後もまだまだ上昇していくんだけども、 まあかなり危険水位ですよっていう中で、えーまあ、チキンレースをするわけですね。株式トレーダーは。どこまで行くかっていうことでね。で、ここから行って、この、えー、どれぐらい行くかというと、まあ、 えー、ここですね。これどこだここかな。まあ40%下落しましたよ。まあ実際には本当はもっとここからここまでいってるので、ダ、え、ウ、ー、でもね、相当暴落してってる感じではあるんだけども、最大で54%暴落してるのでね。で、このシグナルが出た時は、2007年の2月から2008年の11月、リーマンブラザーズが崩壊した2ヶ月後にこのピークをつけましたよっていうので言うと、ダウジョーンズで言うと、 40%強の暴落がそれなりに予想できましたよ。で、サンドピー500で言うと、サンドピー500も、これ出してなかったな。まあ一応2007年の2月なので、2007年の2月どれぐらいだろうこれ、ここら辺ぐらいかな。ここですね。で、えー、っと、2008年の11月なので、2008年の11月はここですね。ここ。 1チェンジここで、これでやってみると、まあテクニカルっていうのはある程度、そのファンダメンタルズの次にやらないといけないことなので、あまりここを中心にやってもしょうがないんですけども、まあこのテクニカルの指標上では、えー、まあ50%弱、まあ暴落しましたよっていうことですね。で、それが、 今、起きてますよっていうことね。あの、かなり今、過熱感のある状況です。というのが、今の SPX の2月の段階ね、ここね、えー、急激に今あ、上昇してってますよね。こっちちょっと冷やしで見てみましょうか。冷やしで見てみると、えー、200日移同平均をもう何回かトライして、ぶつかって抑えられて、またぶつかって抑えられて、で、やっと突破して、えー、急上昇してったんだけども、ここ最近ちょっと下がってますよっていう状況ですね。もう私の,あの、まあ買い タイミングとしては1月中旬から出した短期外はもう今週の土曜日をもってもう終わりですというふうに宣言しましたが、まあ、この段階でもう終わりです金曜日かな金曜日,金曜日の市場が開く前にもう終わりですよというふうに言いましたが、まあ、こういうような状況です。 で、えー、今かなり過熱感があるので危険な状態ですよというのがバンクオブアメリカが言っています。よね、まあ、僕はあまりあのテクニカルでどうこうしようっていうところはないことはないんですけど基本的に相場が上昇トレンドなのか下降トレンドなのかによって現金比率を結構変えてたりするので、まあ、ざっくり今の僕の感じはこんな感じですね。あのこれ本当ざっくりですけども長期資金はまあまあそれなりにある、えー、資金というか長期投資ですね。で短期のやつはまあもう今ほぼゼロですね。短期 ほぼゼロ。で、えっ、ー、と、現金は、あまあ、ちょっと多めですね、だから今、こんな感じになってるのかな、ほぼゼロで、こんな感じになってます、こんな感じかな、あこもうほぼない,ない感じです。 まあ、こんなことは別にどうでもよくって、まあ、現金多めに持ってますよっていうのが言いたかったんですけども、一番の言いたいのは、かなりちょっと今、危険な、あの、領域に達してますよっていうことで、まあ、マイケル・バリーこういうのを見てるわけじゃないんだけども、彼は彼のやり方、思考で、えー、売れっていうような、ああ、ことをやってたりしています。ということで、まあ、今回の動画はちょっとサクッと、まったりと話していました。まあ、危険な状態ですよってとこですね。まあ、もしよろしければ、今回の動画が良かったなと思う方は、高評価いただけると嬉しいです。それから ダメだなってことは低評価それから、メンバーシップもやってててまますすので、えー、チャンネル応援ししる方はかおお待ちしておりますそれからムームー証券。えーまあ、今回のやつはちょっとあんまりないですけども、私がふあの解説しているようなニュースの元になっているところっていうのは、このムームー証券でいろいろニュースが流れてきます。楽天と SBI 証券、日本の証券会社の中でトップ2ですけども、それぞれがだいたい700から800万件ぐらいの口座を持っていて、まあ、実は重複してたりもするんだけども、それを足した以上の おお巨大なプラットフォーム、証券講座プラットフォームですので、まあ、世界中の人たちが使ってるやつ、それなりに信用がありますよ。ま、ナスダックにも上場してたりするんだけどもね。まあ、それはいいとして、えー、ま、そういうようなニュースが見れるので、もし興味あれば私こういうの使ってやってますので、興味あれば登録してみてください。ということで、今回の動画は以上となります。それではみんなで資産を爆発的に増やしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。終わります。